海津田島祇園祭りは、福島県南会津郡南会津町田島で7月22日から24日にかけて行われる、タデウガ神社と熊野神社の祭典である。おとうやという特色ある祭りの組織を中心に、執行され、京都市八坂神社の祇園祭り、福岡市串田神社の博多祇園山笠と並ぶ、日本三大祇園祭りの一つとされている。 1981年1月21日に、田島祇園祭りのお父や行事として、国の重要無形民族文化財に指定された。鎌倉時代の文字年間、当時の領主、長沼宗政の祇園信仰により、この地に、祇園の神である、五図天皇、須佐の尾の命を巨城鎮護の神として祭り、旧来からの田島の鎮守であった田で宇賀神社の祭りに、 祇園祭りの聖を取り入れたのが起源とされる。伊達政宗が合図を支配した時代に一時、中断されたが、慶長八年に住民が、当時の上代小倉行春に願い出て再興が許され、領主長沼聖民が、京都や坂神社に準じた祭礼を取り入れた祭式を、定めて、現在に至ったとされる。なお、当初は、天皇祭と称されて6月15日に行われて、いたという。 また、明治12年よりたでうが神社の祇園祭事一に合わせ、臨地に祭る熊野神社祭礼を、祇園祭りの閣例に準じて行うことが定められた。お父屋と呼ばれる祭事を担当する組によって、運営される。現在、お父屋組は12組あり、1年ずつ当番組を、交代していく。13年目ごとに巡ってくる当番のお父屋組から1年間主の、当本の家を選出。 当番お父屋組を中心に、前年のお父屋組と翌年のお父屋組が協力して、当番の家を支えながら、祭事を担当する。当番お父屋組が、祇園祭行事として、最初に行うのが、お父屋お先度である。当番お父屋組の格好から男子一人ずつが、参加する。服装は、黒の紋付け羽織に、白の桃引きを履き、白旅、ゾウリ掛けになる。 午後3時30分頃に全員をお父屋本の縁側に揃い、それから2列に並んで、先頭に立てうが神社、熊野神社のお父屋本が、のしのついた幹の酒瓶を両手で抱え、次の者が両者への供物を詰めた重箱を風呂敷に包んで掲げ、街中を祝然と歩きながら、神社を目指す。神社に到着すると組員は、入り口の長寿舎で湧き水を釈死に汲んで、 口をすすぎ手をすすぐ決裁を行う。手を拭くと斜頭に参って、鈴を鳴らし二杯に拍手一杯の礼をする。これを各自繰り返す。宮司が姿を現したのを合図に終了する。続いて種うが神社、熊野神社の順で、供物を神に備え、鉄火の後に飲食する直らを行うが、これは、心霊に触れたものを飲食することで心霊を体内に導入するという意味がある。 なおらでは、大音さんにあれかけろの掛け声とともに八号入りの朱塗りの大阪きで三木を飲み干す。各組員が順に大阪きを飲み干す様子は大変盛り上がる。その後、両者に挨拶を済ませ、迎えに来た人たちと当屋本まで同じ道を帰っていく。こうして、海津田島祇園祭りが始まる。お父屋が神の来臨を買うために、神種、赤飯、 サバを神前に奉献する神聖な行列であるが、日本一の花嫁行列とも称される。音屋で調整された供物を七つの器で神前に運ぶために、七行器と呼ばれ、その内訳は、幹を角だる三つ、石板を足のついている独特の保い三つ、サバ七本を乗せた魚第一つの七つである。近世以降は、熊野神社の分である角だる、保海、 魚台それぞれ一つが行列に加わっている。他位を奉仕するのは、両親が揃っていることが絶対条件で、角だると魚台は、上下着用、わらじわきの青年男子、他位は清掃の青年女子が持つ。女子は、未婚者は高島だ、既婚者は丸曲げを言うが、なるべく未婚者を選ぶ場合が多い。他位は、高めに捧げ持ち、 自分の息がかからぬように気を配らなければならない。そのため、道中において、代わりの者のと交代する。行列には、東屋組の親戚演者の人々も清掃して加わり、毎年100名前後の行列となり、晴れの行列は、絢爛として見る人々を魅了する。行列は、神社拝殿に達すると、一度商殿し補開を仮台に配置し、神官が一つずつ外人へ運び、 器に取り分けて本殿に備える。この間、早朝な我学が学人たちによりそうされる。やがて宮司が糊と壮上後、神花向け物を下ろし、拝殿で直来を,を行う。幹を組み、霧以下を添えた石板が五婦として各人へ分けられる。直来終了をもって終了となる。本屋台、中屋台、上屋台、西屋台の四つの大屋台からなる。大屋台は、 神社、お父屋組とは別に、各屋台ごとに屋台世話人が組織されていて、各屋台ごとに屋台世話人の組数も違う。屋台世話人は、寄付集めや大屋台運行に必要な準備を行う。海津田島祇園祭の大屋台の舞台で演じられる、歌舞伎。海津田島祇園祭の子供歌舞伎は、江戸時代の末期より始まった。しかし明治の初めに、夜に、 子供が化粧をして、人前で歌舞伎を演じるのは教育上良くないとされ、廃止された。その後、地元の青年が演じる青年歌舞伎や、工業の歌舞伎を上演していたが、平成になって、町民の中から子供歌舞伎を復活させようという動きがあり、田島祇園祭、屋台歌舞伎保存会が立ち上げられ、平成6年におよそ110年ぶりに復活、上演された。役者は、 町内や、隣町等から募集した、小学生から高校生までの子供たちである。演目は、絵本大好奇十段目山ヶ崎の段、南三義民の石踏木郎子分かれの段、時津風日の出の松茂山城内の段、一の谷二葉軍奇須まの裏の段の四つである。二十四日の午後に田で宇賀神社の拝殿脇の神楽殿で大々岡ぐらが奉納される。神学部の奉仕者は、 神社のある宮本地区の人々と、宮寺、楽と言われる平太鼓、笛の宝刀の人々により行われる。大大岡倉は終始無言で、歌も言葉もなく舞い、学人のそうする調べと表紙だけで進行する。海津田島祇園祭りの大大岡倉は、江戸時代に、郡山市の朝霞国造神社より伝習したと言われて、おり、慶応三年代大岡倉芸妓やく町などに、 記録が残っている。この代々岡倉が終わると、一年がかりで続いた、海津田島祇園祭りすべての行事が、神社、お父屋、屋台もに、終わりとなる。歴史春秋社出版、室井康弘町、海津田島祇園祭。ありがとうございます。